張本勲。1940年に広島に生まれた張本は、なにわ商業高校から東京への憧れもあり、1959年に東映フライヤーズに入団します。松木健次郎打撃コーチの、打率も残せて、ホームランも打て、盗塁もできる完璧な打者を目指せ、という指導のもと、張本は一流の選手を目指し、猛練習に励みます。球団オーナーの意向もあり、高卒1年目から開幕スタメンで起用された張本でしたが、守備で万歳をして補給できなかったことで即交代されるなど、散々なスタートとなりました。しかし、バッティングで結果を残し始め、その打棒が期待され、6月23日からは4番を任されます。そして、張本は入団1年目からレギュラーに定着し、高卒新人ながら2桁本塁打となる13本塁打を放つ活躍で新人王を獲得しました。2年目には打率3割を記録すると、3年目の1961年には打率3割3分6厘を記録し、21歳の若さで首位打者に輝きます。その後もヒットを積み重ねた張本は、現役生活で3割を16回達成し、通算3085本もの安打を放つなど、NPB でただ一人の3000本安打達成者です。また、バットコントロールの巧みさだけでなく、長打力と俊足を兼ね備えており、NPB 史上唯一500本塁打と300盗塁の達成者でもあります。最多安打3回、首位打者7回も獲得し、安打製造機と呼ばれる超一流の選手でした。そして張本は3000本安打を達成した翌年の1981年のシーズンをもって23年間のプロ野球人生に幕を下ろしました。金田正一がいなければ張本は監督になっていた。選手としてレジェンド級の成績を残した張本ですが、一度も監督に就任したことはありません。監督就任要請がなかったわけではなく、今までに4度も監督オファーがありました。張本はなぜこれだけの実績がありながら、一度も監督に就任しなかったのでしょうか。張本への監督就任要請の詳細と断った理由について確認していきましょう。張本への1度目の監督オファーは、現役引退直後の1981年にロッテからでした。山内和弘の後任としてどうかという提案でしたが、張本はおじさんと呼ぶなど山内監督と親しく、打者としても尊敬していました。そのため張本は、尊敬する山内さんを押しのけて監督の座につくのは私の生き方に反する、として監督への就任を辞退したのです。辞退した2年後の1983年オフに、再びロッテから2度目の監督オファーがありました。今回は山本和義が辞任したため、誰かを押しのけることもありません。しかし、この時は引退してまだ2年しか経っていないこともあってか、張本は、まだまだ半人前ですから、との理由で再び辞退しています。辞退するだけでは申し訳なく思ったのか、張本は後任監督として土橋正幸と稲尾和久を推薦し、実際に稲尾が後任監督に就任しています。3度目は現役時代に長く在籍した日本ハムから1980年代後半にオファーがあったようです。理由は明らかになっていませんが、3度目となっても張本は就任を受け入れませんでした。4度目は三度ロッテからで、有藤道雄が辞任した後の1989年オフに要請がありました。球団内部では張本への監督要請は決定的となっていましたが、張本へ要請する前にオーナーは金田正一へ相談したのです。金田は NPB 唯一の400勝投手で、1973年から1978年までロッテの監督を務め、優勝経験もありました。このような実績や
持ち前の激しい気性もあってか、発言権が強かったようです。相談を受けて金田は、どうせ張本はやらないから、わしがやる、と自ら監督に就任すると申し出ました。そしてこの一言で、ロッテの監督に金田が就任することが決まったのです。金田の監督就任が決まった後に、この話を聞いた張本は、私に聞きもしないで、と金田に詰め寄りました。すると金田は、どうせお前はやらないじゃないか、と言い返したのです。このように張本には4度も監督オファーがありましたが、結局就任することはありませんでした。張本は監督の就任に関して、可能性があったとすれば最後の4回目だったかもしれない、と語っています。この4回目の就任要請の時には、現役引退から8年が経過し、解説者として外で野球を見てきたこともあり、就任の可能性は高かったのではないでしょうか。もしもオーナーが金田に相談しなければ、あるいは金田の発言がなければ、ロッテ・張本監督が誕生していたのかもしれません。張本が監督をやらない理由。張本は監督を一切やりませんでしたが、それには2つの理由があります。1つ目が母親の発言です。張本の母親は、張本が監督をやることについて、入り込んでしまうからやめた方がいい、と猛反対してきたそうです。また母親が張本の妻に、絶対に監督をさせてはいけない、功ちゃんが死んでしまう、と伝えるほどの徹底ぶりでした。この母親の発言に対して、張本も自身ののめり込んでしまう性格を認めています。監督をやらない理由の2つ目が、責任感の強さです。張本は監督の仕事について、成績の良い選手は問題ないが、その一方で志半ばでユニフォームを脱いでいく選手たちがいる。その選手たちのその後の面倒、就職先まで見てやれるかと考えると、私にはとてもできない。だから私は監督はやれなかった。それだけ選手の人生を背負って戦う重要なポジションなのだ、とコメントしています。このように母親の反対と責任感の強さという理由があったために、監督への就任を断り続けたのです。コーチ経験のあった張本。張本は監督だけでなく、コーチを務めた経験もないのでは、と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、張本は日卓ホームフライヤーズ時代の1973年の後期だけ現役選手でありながらヘッド兼打撃コーチを務めていました。張本がコーチになった理由は、後期から監督になった土橋正幸に、お前は兼任でヘッドコーチをやれ、選手をまとめろ、2、3年でバトンタッチするから、と言われたためでした。指導者としての素質を見込まれた張本が監督になる方向性で話は進んでいたのです。しかし、球団は翌1974年に日本ハムに身売りしたため、土橋監督は退団しました。結局、2、3年後に張本が監督をやるという話は跡形もなく崩れ去ったのです。その後、コーチに就任することはなかった張本でしたが、引退後にキャンプで臨時コーチとして選手を指導した経験があります。1992年には秋季キャンプで中日の大宝康明への指導を行いました。1990年に20本塁打、翌1991年に26本塁打を放つなど順調な成長を見せていた大宝でしたが、1992年シーズンは11本塁打にとどまるなど成績を落としていました。そんな悩める大宝は、大宝が尊敬する王貞治と同じように体が前に突っ込む癖があったため、張本は一本足打法を勧めました。当初大宝は張本を信用していませんでしたが、王貞治に連絡してアドバイスをもらうなどの熱心な指導もあり、信頼関係を築きます。そしてこの指導が実を結び、大宝は1993年に
25本塁打を放ちます。さらに1994年には38本塁打、107打点の成績で本塁打王と打点王の2冠王を獲得する活躍を見せました。また長嶋茂雄監督の要請で1993年には巨人の松井秀喜にすり足打法を指導したこともあります。松井は足を上げる打法にこだわりがあったためすり足打法は受け入れませんでしたが、張本はこのように臨時コーチに抜擢されるなど打撃の指導に関しては高く評価されていました。また打撃の指導だけでなく選手を見る目も優れています。張本がロッテへ移籍した直後の1980年には入団2年目でまだ実績を残す前の落合博満がチームメイトでした。金田を含む多くの評論家が落合の独特のバッティングフォームを酷評している中、落合のバッティングを見てやってくれとコーチに頼まれた張本は、素晴らしい、このままのスイングで打てると絶賛しました。しかし当時の山内監督はインハイが打てないから使えないと落合を一軍で起用しません。この意見に対して張本は、インハイを打てる打者なんてどこにもいませんよ、私だって打てません、落合を一軍に上げましょうと山内監督に進言したのです。そして落合は一軍で起用されるようになり、翌年の1981年には打率3割2分6厘で首位打者を獲得しました。このような張本の一言によって落合が日の目を浴びることにつながったのです。張本の人間性。金田による発言や自身の責任感の強さなどで監督に就任しなかった張本ですが、もし実際に監督になった場合はどうなっていたのでしょうか。それを検証するために張本の人間性を紹介します。今の野球ファンは現役時代の張本を知らない人がほとんどで、勝つのおじさんというイメージが強いのではないでしょうか。張本は2000年頃から2021年までサンデーモーニングのスポーツコーナーでご意見番を務めました。その歯に衣着せぬ発言で高視聴率を記録するほどの人気となりますが、一方でその発言が問題視されることも多々ありました。張本はメジャー嫌いであることで有名です。2019年12月29日の放送では、ゲストで巨人の後輩である上原浩二から、相変わらずメジャーリーグに対しては勝つが多いな、同じ野球なんでね、もうちょっとおおらかに見てほしいなという注文をつけられました。この依頼に対して張本は、お願いしてもダメ、アメリカに行ってほしくないから、日本のプロ野球が大事だからと上原の訴えを拒否しています。また張本が2019年の甲子園決勝で投手の肩や肘の消耗を考慮しない発言をしたことも話題となりました。この発言に対してメジャーリーガーのダルビッシュ有は、シェンロンが一つ願い事を叶えてあげるって言ってきたら迷いなくこのコーナーを消してくださいと言うとツイッターで発言しました。これに張本がインタビューで、ベラベラ喋りすぎと反応し、ダルビッシュは、日本球界の成長を止めてきた原因と返す応酬が繰り広げられたのです。そして最も問題視されたのが女子ボクシングについての発言です。2021年8月8日の放送で、東京オリンピックのボクシング競技女子フェザー級にて、入江聖奈が日本の女子ボクシング界初の金メダルを獲得しました。この偉業について張本は、女性でも殴り合い好きな人がいるんだね。見ててどうするのかな。嫁入り前のお嬢ちゃんが顔を殴り合ってね。こんな競技好きな人がいるんだ。と発言しました。この張本の女子ボクシングそのものを否定する発言を受け、日本ボクシング連盟会長から抗議文が送られる事態となり、8月15日の放送で番組は謝罪することとなりました。またこの発言によって張本は番組を卒業することになったのではないかとも言われています。このような問題を起こしてきたことからもわかるように、
張本はこだわりが強く、思ったことをすぐ口にしてしまいます。そのため、監督に就任していたとしても、選手やコーチとトラブルになる可能性が高かったのではないでしょうか。もしも今の時代に就任したとしたら、ネットが身近で情報がすぐ広がる社会であるため、すぐに炎上したかもしれませんね。落合博満と野村克也からのダメ出し。サンデーモーニングで数多くの問題発言をした張本ですが、監督経験者からの評価はどうだったのでしょうか。サンデーモーニングで張本は様々な野球関係者と共演しています。三冠王を獲得し、監督としてもドラゴンズ黄金期を築き上げた落合博満と共演した際には持論を論破されてしまいました。番組で大谷翔平のバッティングフォームについて取り上げられた時に、張本は、大谷の左の肘が上げすぎで引っ張れないんじゃない？落合どうだい？と落合にコメントを求めました。すると落合は、左の肘が上がっているかどうこうよりボールをどこで捕まえるかっていうことなんだろうと思います。今は模索している最中なんじゃないですか？と張本が指摘した左肘は関係ないとコメントしました。また歴代最強捕手の呼び声が高く、監督としても南海、ヤクルト、阪神、楽天と多くのチームで指揮を取った野村克也は、張本に対して次のように発言しています。朝の番組でいろいろ言ってるけど、彼に選手を批判する資格はないですよ。張本はバッティングだけしか興味がない。守備はいないも同然。お前人のこと言えるのか？とテレビに向かって文句言ってるよ。さらに野村は、張本がピッチャーゴロをカーンと打つだろ？あいつは一歩も走らない。ベンチに帰っちゃう。日曜日に勝つとかやってるじゃない。お前にそんなことを言う権利はあるか？と痛烈に批判しています。このように監督としても実績のある二人にダメ出しや批判されていることからも、監督としての成功は難しかったのかもしれません。ファンの意見。張本が監督にならなかったことについてネットでは、持論をゴリ押しして喋ることも多いので、チームをまとめる監督などの役割は性格的にも合わないのではないか、や張本の生き方や考えと監督に採用する側の考えがつながらなかった、など性格的に向いておらず監督にならなかったのではないかという意見がありました。また選手として良くても監督としてはふさわしくない人は大勢いるというコメントもありました。名選手、名監督にあらずという格言は確かなのかもしれません。兄弟のような二人の関係。監督の就任に関するいざこざがあったため、金田と張本の仲は険悪なのではないかと思うでしょうが、二人の仲は至って良好だったようです。2019年10月6日に金田は病気のため86歳で他界しました。この時に張本は金田との関係性を次のようにコメントしています。カネさんと一番喧嘩したのは私。カネさんがロッテの監督で、私が日卓、日本ハムの選手だった時や、各球界でもよく喧嘩していた。亡くなったことで、兄弟喧嘩みたいなものだったのができないと思うと寂しい。なんと二人は、ぶつかり合いながらも、兄弟のように腹を割って話せる関係性だったのです。残念ながらカネダは亡くなってしまいましたが、張本はまだまだ元気です。しかし、2022年現在、82歳と高齢であるため、監督に就任する可能性はゼロと言ってもいいでしょう。そのため、今後もコメンテーターとしてたまにテレビに顔を出し、今の野球界を担う選手たちを叱咤激励の言葉で盛り上げてほしいですね。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。